お前、犬系彼女どう？最高に好きだべ、お前。すごい、生きやすいんだろうなって思う。自己肯定感めっちゃ高そう。そういう風に見える？うん。俺自己肯定感が高いから分かるけど、ああいう人自己肯定感高くないよ。めちゃくちゃ幸せそうじゃない？じゃあ、ああいう人自己肯定感高くないよ。レーザータイトを発見。レベル3ね。裏返しなんだよ。やめろ、やめろ、出してるわけじゃないよ。裏返し、いや、裏返しなんだよ、前のって。私、自己肯定が低いけど、あれできない。で、それはできるかできないかはさ、性格っしょ。性格？うん。おめえが、あれをおめえが俺にやったら、お前殺されてるもんなって。この世をあれしてない、あれしてないよ、もう。アワーマ。こっちに追加のアイテム発見。武装して。どういうあれで殺すの？どういう意味で殺すの？あれをしたら。いや、特に意味はなく殺すでしょ。意味わからん。嫌いじゃなさそうだなと思ったけど。俺？うん。マジで？うん、嫌いじゃなさそうっていうか、別に好きでもなさそうだけど。まあまあそうだね、別にどっちでもいいけど、うん、興味なさそう、うん。でも一応虫酢は走るよ。俺も人間だから。え、どういう意味で虫酢が走るの？なんか不愉快。でも別にそれは別に俺には関係ないじゃん。で、不愉快なんだ。めっちゃおもろいじゃん。クラフト中よ。不愉快なんだ。一応不愉快だね。別にあの人じゃなかったら不愉快じゃないの？なんで不愉快なの？泣いてんじゃねえっていう不愉快なの、それ。どういう不愉快なのかが知りたい。難しいこと言うね。ゴキブリ見て気持ち悪いと思うのと同じ感覚かな、俺。やべえじゃん、たとえ炎上じゃん、もう。なんで？お前、俺だって俺ずっとゴキブリの動画見てんじゃん。それはお前、ゴキブリに対してお前失礼だろ。ひでえな。なんで？意味わからん。今好き嫌いも言えねえ世の中になっちまったのかな。ゴキブリに対して失礼か。好き嫌いも言えなくなっちゃったのかな。別にしょうがないから嫌いなんだろうな。それしょうがなくない？マジで。不快になるのか。不快か。いやいや、不快とかだけ綺麗だよ、普通に。意味ねえ。お前がセミ綺麗なのと一緒だよ、マジで。お前セミ綺麗じゃん。うん、俺犬系彼女綺麗だよ。視聴者に言われて俺知らなかったんだけど、どうせまたこんな大したことないんだろうと思ったら、普通にしっかり嫌いだった。こんなしっかり嫌いになれるんだな。なかなか珍しくない、あんたが嫌いって。新しいキルリーダーが現れた。進化式拡張スナイパーマガジンを発見。別に興味が湧かないとか言ってんのは結構見たことあるけど、嫌いってはっきり言ってるの。え、俺結構嫌い、好き嫌いはっきりしない？スコープを発見。近距離用だ。嫌いなものが少ないんだけど。嫌いか。でも俺以外にもいっぱいんじゃねえかな、あれの嫌いなやつ。西子どこだっけ？あ、サンスコンじゃん。私はただ本当に行きやすいんだろうなって思った。ああいう人たちって、まあ若いしね。幸せそうでいいなって感じ。どこが犬系なんだろうな、あれ。そう、てそれがムカつく。犬そんなキモくねえよと思っちゃうんだよね。やばやべえ。
あ、それがムカついてたんだ俺。なんでだろうと思ったんだよ。別になんかそんな訳女にムカつくのがねえのに。犬飼ってるからだ俺が。犬系彼女。セミ系彼女とかだったら別にムカつかねえもん。セミ君えし。可愛いと思ってやってんだろうなって。まあね。感じが。好みがあるんだ。すごい。幸せすぎ。もうめめちゃん。何をしてんの、あんたこれさぁ、おさちこっちだよ。おばかちゃん、おい、おばあちゃん、お前がおばかちゃんだよ、行くぞ。ほーら、なんとおい、行くぞ、おばかちゃん、こっちだよ。ほーら、ちょ、行くぞ、おい。ほーら、